ございます。今回は実家で地元の山形県にオフで帰省しまして、その1日に密着していきます。いつもね。学校あるんですけど、今日は何もないので少し遅めに起きました。実家では布団派です。スマクラはありません。まず起きたらすることは洗顔と歯磨きです。実家には結構頻繁に帰ってて、長期休みとか他の動画でお気づきの方もいると思うんですが、ほぼほぼずっと帰ってますね。ここ1年くらいは？ ちょっと寝起きすぎてモザイクなしでお見せできないんですけど YouTube 関係の事務作業をしていますニート部ブの動画の視点提供をアップロードしたりこの日あげる動画のサムネや公開設定とかいろいろしてます朝ごはんなのかお昼ごはんなのかその謎は Amazon に解明しに行くとしてお母さんが作ってくれたご飯です大変美味しくいただきましたシンプルにバランスよく栄養をとれて一人暮らしをしている身としては本当にありがたいです そして一応オフのはずなんですけどここからは動画編集をしていきます暇があったら結局何かしたくなっちゃうのでオフがオフにならないことはしょっちゅうですね知<ら>ん <laughs> はいということで私の編集風景とともに今回使っていくフィモーラの基本操作と私のお気に入りの新機能についてご紹介していこうかなと思いますまずフィモーラを起動します起動したら新しいプロジェクトをクリック こんな感じで動画編集にぴったりな作業画面が出てきます。ここに編集したい画像や動画をドラッグドロップします。さらに下のタイムラインにメディアやエフェクトを追加して動画編集開始です。このビデオのマークがついているレイヤーが映像やエフェクトの編集エリア。音符のマークがついているレイヤーが音楽や効果音などの編集エリアです。プレビューはここの画面で見ることができます。では、まず基本でありながらも一番大事なカット操作からいきます。映像の分割はここのハサミマークでポチッと。 いらないシーンは削除しちゃいましょう。このカットをめちゃくちゃ楽にする機能があって、それがこちら。無音検出です。やっぱりね、喋ってないシーンって間延びしちゃうので、私も無音のところはチェックせずにカットすることが多いんですが、この機能は自動でマージで一発。こんな感じで素材から無音検出を押して、敷地を決めたら、スタート。無音のシーンを検出してくれて、 とにかくカット編集の時短になります。後からこうやってちゃんと長さの調節もできるので、マジでものすごく便利な機能です。そして次に BGM や音楽を追加する作業をやりたいんですが、ここでもフィモーラの便利な機能が光ります。まず、フィモーラには動画に使用できる BGM やエフェクトがすでにたくさん用意されていて、こっちが BGM、エフェクト。 いいちいち検索すするる手間を取りません時短の鬼すぎるエフェクトやトランジションもサンプルを表示させながら映像に追加できるので直感的な操作がしやすいのも特に初心者の方に優しいですねこのね 3D タイトルとかすごくてちょっと再生しますねこんにちはこのあとあとこんにちはこの母です こんな感じで、本来はもっと工程を積んでできるはずのエフェクトがこんな簡単にできるってあまりにも革命的すぎませんかしかも、ここの中央比を変更という部分を押せば、オートリーフレームですぐにアスペクト比が切り替えられます。ショート動画とかを作るときにいいですね。例えばここで縦画面にしたいとすると、こんな感じでパッと縦画面になります。これはショート動画めちゃくちゃ作りやすい。 そして、フィモーラゥーブルに追加された新機能が本当にすごくて、ちょっと新機能をまとめて紹介しちゃいたいなと思います。まず、AI スマートカットアウト。まず、素材をダブルクリック。ここの AI ツールを使います。ここのスマートカットアウト。こんな感じで、線をビャーっと引くと、AI が自動で背景を抜いてくれます。 緑背景とかに設定してるわけじゃないのに、これかなり綺麗じゃないですかこれはね、動画の幅めちゃくちゃ広がりますね。これ本当にすごいと思います。こんな感じで背景が抜けたので、後ろに画像を差し込むことも簡単です。次に、AI オーディオノイズ除去。これはオーディオのノイズを自動で AI が除去してくれます。こんな感じで、ある程度の敷位をこっちで決めちゃうと、あとはもう AI がパパッと。これじゃあこのっ こんにちは、この母です。こんな感じで自然に、ね、あ、結構クリアになりましたね。ちょっとだいぶ除去かかっちゃってるんですけど、調整すれば、これめちゃくちゃクリアな音声になりますよ。こんにちは、この後はどこんにちは、この母です。おこれはかなりクリアになりましたね。 実写とかの撮影は特に外や大きい部屋だと雑音とか声の響きがどうしても気になってしまうので、これもかなーり役に立つ機能だと思います。とにかくフィモーラ12は操作の何もかもが直感的で動画編集がすごく快適になります。エフェクトの方もちょっと触ってみましょうか。何がいいかなグリッチ分散。こんな感じで被せると。こんにちは。この後は。とおグリッチが入ってるに他には しまり21.9を入れると、お急に映画っぽくなりますね。他には、あ集中線もこんな感じで簡単に入れられる。はい、あ、これは便利だ、すごく。はい。ちょっとね、そんな便利なフィモーラを使って、動画の一番初めに流したオープニングを作ってみました。ちょっとフィモーラを使ったっていうね、認識のもとをもう一回見ていただけたらと思います。どうぞ。 ということで動画編集も一段落しましてお母さんがケーキを買ってきてきくれました私これめっちゃ好きで山形に帰ってきたら絶対食べてるんですけどいちごのずことおすすすめです<わ>最近またギターの練習に熱が入ってまして一応毎日弾くようにしてます一日サボるだけでもだいぶ弾けなくなっちゃうので好きな曲だけでも弾き語っておこうとは思ってます今弾いてるのはジェリーハイの「ぐうたら節」のイントロですね でここでうちのチャンネルの編集の方から動画を納品していただいたのでそのチェックをしますまあ見るだけなのでそんなに大した作業ではないですまたまた暇になってお母さんの寝室で愛犬のシナと遊んでたんですけどなんかいつの間に寝ちゃってました私ロングスリーパーで結構寝がちですどこでも何でもはい 寝てたらお母さんに起こされて大好きなサウナに連れて行かれました。今日はゆうゆの里ゆさに行ったんですけど、サウナは結構いろんなところを巡ってます。すっぴんで整っちゃったのでちょっとモザイク許してください。サウナめっちゃ好きで地元に帰ると週一で行ってます。お母さんは週三とかで行ってるっぽいです。そしてサウナの帰りにお土産屋さんによって参加税のプレゼント交換動画のプレゼントを買いました。いずれ動画になると思うのでお楽しみに 実家には2匹犬がいまして、こっちは大型犬のチャプです。上京してから分かんなくなっちゃったのか、あんまり私の言うことを聞いてくれなくなっちゃって、結構悲しいです。キャベツシュウマイ待望の夜ご飯です。キャベツシュウマイとか牛タンとか、かなり豪勢な夕ご飯にほっぺたが打ちそうです。お母さんの手料理全部めっちゃ美味しくて普通に大好きなんですよね。でも美味しいので、実家帰るとマジで太ります。運動もしないし。 せっかくの密着動画なのに今日1日メイクしてないなと思ってメイクついでにこちらの動画の撮影をしました映像は録画ソフトの OBS ですオフっていうか動画のためのオフですね動画オフオフなんかなこれメイク動画を撮ったら想像以上に漏れてしまって誰かに見せなきゃもったいないと思って調子に乗ってめったにしない配信をつけてしまいました ここからはもうあとニート部です今日はニート部の日だったので深夜までずっと撮影をしていましたちょっと姿勢態度悪いけど気にしないでくださいまあ相手には見えてないしねニート部の撮影が終わって遅い時間ですメイク落として洗顔して歯磨き寝る準備をしますお風呂はサウナの時に温泉も入ってきてるので今日はパスしますコントロール部屋の服ずっと着てるな買えないんかなこの人 いうわけでここまで1日密着動画お付き合いいただきありがとうございました概要欄に今回紹介したフィモーラのリンクがありますので気になる方はぜひチェックしてみてくださいこのあったでしたバイバイ